くまちんさん、こんにちは。こんにちは。今日はくまちんさんとドライブデートではなくてお仕事ですね。はい、はい、ずっと、まあ、社長からもね言われてたんですけど、草津のルートをね動画に収めてほしいというね。なかなかほらドライブライブやるのにね、草津ルートも撮ってほしいなっていう話もあったんだけど、私めめチャンネルで開けたことあるんだよね、うん、夜のだけどね、なかなか行く機会がないので難しくてね上げられなかったんですけど、それの今日ちょっとパンフレットを気に行かせていただくついでにね、はい、撮りたいと思います。道すがら全部はちょっと送りきれないと思うんですがね、はい、よろしくお願いします。じゃじゃん。まずは横手山さんのスカイレーターのところに来ました。ここにはスカイレーター、日本一古い乗り物のスカイレーターがあって、第3リフトに乗っていくとてっぺん2307メートルまで登っていくことができます。山頂には山頂ヒュッテさんのパン屋さんや、あとは、クランペットカフェもあります。あとね、眺めのいいテラスもありますよ。そしてここから、あ、今ちょうど熊爺さんが見てますね。熊の湯見える？見えるよ。いや見えるね、今日ね。ね、大地が綺麗に青をしてるね。ね、笠岳もちょっと上の方かぶってますが、全開って見えないけど、あそこには四ヶ瀬のスキー場も見えるね。ね、景色が綺麗です。ここはのぞきとよく呼ばれているところですね。夕焼けスポットだよね。はい、ちょうどここには、ほら。信州のサンセントポイント100選、横手山の文字もありますね。で、こちら側にあるのが横手山ドライブインさんです。1階はね、お土産屋さんがあって、2階はレストランがあります。熊笹ソフトとかもあった気がするな。今日はね、ここから今度草津の方まで行きますので、道すがらまた撮っていきたいと思います。さて、横手山ドライブインさんを出発しました。そうするとまずあるのがスノーセットですね。第一から何番まであるか知ってる？おじさん4。そうそうそう、第4まであるんで。あったあった。そうそう、正解。
先になるとね、あれ雪かな、雪じゃないか、あれさすがに雪ではない、雪ではないか、あの春先だとね、まだ凍ってたりしてね、よく開通になった後も通行止めになっちゃうことあるんですけど、今年はね、雪の壁見に来れなかった。バタバタしてるうちに雪の壁なくなっちゃったもんね。自分は一回ね、うん、あ、そっか、朝日を取りに来た。そうだね、来たね、そう、窓閉めればいい、ちょっと音が入っちゃうから、ね、今気温何度ぐらいだろう、渋峠の気温何度だと思う。お、こんなとこで写真撮ってる人がいる。18度。あ、それ見ちゃう、それ見ちゃうの、それ見ちゃうの、卑怯。でも、2度ぐらい違うだろうな。あ、そっか、アウトサイドテンプがあるんだね。私は車ないからさ。16度だ。はあ、ちょっと天気悪くなってきたけどね。でも朝よりかはね、だいぶいいよね。うん、そうだね。朝もっと白白で雲の中でどうしようかな、行くのって思ったけど、だいぶ良かったですね。ね。ね。スノーシェットってさ、横に撮ると気持ち悪いからね、知ってる？シワ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 って、ね、うーってなる。さ、前見てるとさ、あ、同じだからさ、景色と思って。お、お、お。鳥をちょっと。ん？ 15 度。あ、15度、全然違うじゃん。やっぱ車のあったかさが、あったまってるのがあるんじゃない？かもしれないね。じゃじゃーん。そしてここの宿が、渋峠ホテルさんです。知ってます？皆さん。これ、真ん中で群馬長野って分かれてますけど、県が違うんですよ、県が。ね。ね。でね、吉ヶ平の湿地群がこちら側にはあって、あ、これちょうどナビ君が言ってる群馬県に入りましたって。ね。言っております。群馬県中野城、中野城町って言えない。中野城町。言えるね。言えたね、私言えないよ、中野城町。あ、今言えた。これ走ってる人もいるよ。こんなとこで走ったら高山トレーニングもトレーニングでいいとこだね。そうだね、高所トレーニングで、高所トレーニングで ね、すごいよね。なんだっけ、競歩の選手がね、うん、ここでトレーニングしたっていうの。そうなんだ。結構ね、あ、すごいよ、景色綺麗に見えてきた。最高地点 2172m ですね。ちょうど綺麗に見えてるね。でね、この先がね、よく雪の壁ができるね、山田峠のところなんですけど、またね、近々、あ、てかめめチャンネル見てもらってね、何年か前の雪の動画の過程を、ね、見ていただければいいかなと思うんですが、雪の回廊とかあったっけ。そうそうそう。ちょうどほら、湯気がもっこもこって湧いてるのが見える。まだね、草津は何年前だっけ、噴火した影響があってね、白根山の湯釜の周りとか、白根山の湯釜付近の火山の周辺とかはね、周辺立ち入り禁止、あと駐停車禁止になってます。で、いつも雪の回廊をよく見てるところが、この今白い車がちょうど走ってくるところから、その辺りが雪の回廊のところの道かな。今日もね、たくさんの車が来てますね。今日は草津町まで降りていきたいと思います。あっちは妻越かな、ちょっとよくわからないけど、出発。
層からですが、この辺りが草津の湯釜のところですね。噴火があったりした関係で今は立ち入り禁止、駐停車禁止になってます。緊急避難所もあったりしますね。昔よくここでレストハウス来たな、懐かしいな。また火山が落ち着いてくれるといいんですけどね。
上信越高原国立公園の雄大な自然を体感することができる国道292号線、通称滋賀草津高原ルート。日本屈指の名湯として知られる群馬県草津温泉から長野県湯田中渋温泉郷まで約43キロの道のりがあります。草津の街並みから湯畑を見たり新緑を見ながらドライブをするのもいいでしょう。白根山のうねりながらの高度を上げていく道、立ち込める硫黄の匂いと火山地域ならではの変化に富んだ景色も大自然の息吹を体感することができます。ただ数年前あった噴火の影響により白根山の湯釜の周り、レストハウスのあたりは駐停車禁止、立ち入り禁止などの規制がかかっております。お越しになる際はよく情報をチェックしてください。また天候によっては通行止めになることもありますので、ぜひ事前にホームページなどでチェックをお願いいたします。草津から志賀高原のふもと山の内の湯田中温泉郷までは約43キロの道のりがあります。通行時間は24時間可能ですが、先ほども申し上げた通り天候や火山活動の状況によっては通れない時もあります。事前のチェックをお願いします。万座ハイウェイの方は通行料金はかかりますが、滋賀草津高原ルートは無料となっております。この日もそうだったんですが、少し道路の工事をしているところが多いので、景色をゆったり楽しみながら、周りの車にも気をつけながら、事故など起こさずゆったりとドライブを楽しんでいただけたらなと思います。今回の動画では滋賀高原熊の湯スキー場キャンプ場から群馬県の草津温泉までの街中までの様子、そしてそこからまた熊の湯まで戻ってくる道路状況をお伝えしてきています。普段は滋賀高原のふもとの山の内町や中野市から熊の湯スキー場キャンプ場までの道路状況を配信したり、ドライブライブなども行っております。季節に応じた景色を楽しんでいただける動画を配信していますので、ぜひそちらも合わせてチェックしてください。なかなかライブ配信だと電波の状況によって配信できる場所が限られてしまったりするんですが、滋賀高原のこんなとこが見たいなとか、おすすめのところを教えてとか、そういったリクエストがありましたら、ぜひコメント欄にコメントをいただけると嬉しいです。さて、だいぶ上の方まで登ってきました。ちょっとこの日はお天気が晴れたり曇ったり、明るくなったり暗くなったりが激しい一日でした。でもこんな時でもドライブをされている方がとても多い国道229号線は魅力的なルートなんだなと思います。国道229号線は11月上旬から4月下旬まで通行止めになります。冬季の通行止めです。よく冬場にも草津から行けますかというお電話をいただけますが、雪が多くて通行止めになっています。よく情報をチェックしてからお越しください。そして4月下旬国道292が開通になった後は一番このルートが人気の時期です。山田峠というところに雪の回廊が出来上がります。毎年今年の雪の回廊とか雪の壁は何メートルだったねとか、皆さんそれを目的にドライブに来られる方も多いです。そして夏の期間は高速道路を使わなくても東京方面からこのルートを使ってくると時間が短く来られるのも魅力的な一つです。山道が運転苦手という方じゃなければ、ぜひぜひこの雄大な景色を楽しみながらドライブがてら滋賀高原に遊びに来ていただけたらと思います。私ももともと東京の人間で長野県に移住してきました。その頃は夏はほとんど来たことがなく、滋賀高原に来るのは冬ばかり、スキーヤーだったんでね。ですがこちらに住んでから気がついたことがあります。夏の方が見るところがいっぱいあるなって。
もちろんいろんな目的があると思います。温泉に入りたい、ドライブしたい、涼みたい、美味しいものが食べたい、トレッキングしたい、お花が見たい、お土産買いたいなとか、ちょっとその辺散策したいんだけど、いろんな目的があると思うんですが、結構それ全部志賀高原叶えられます。ただあんまり有名じゃないんです。もったいないなーっていつも思ってるんです。なのでこの熊の湯オフィシャルの動画や、あと個人的なねめめチャンネルの方でも少しでも魅力を伝えられたとだと思って配信をしておりますので、もしよかったら合わせてチェックをしていただければと思います。それではここで少し熊の湯温泉の紹介をさせていただきたいと思います。熊の湯温泉は志賀高原でも古くからある温泉です。硫化水素の温泉でお湯の色が翡翠の色をしています。その昔怪我をした熊の子供がそのお湯に浸かっていて傷を癒していたということから熊の湯と呼ばれているという言われがあります。実際に見た人がいるのか言い伝えなのか、そこはよくわかりませんが、皆様もぜひいらしてみてくださいね。温泉の成分に硫化水素が多いこともあり、硫黄が強い温泉になっています。結構独特な匂いもしますね。でもその分温泉に来たなというふうに感じます。あと結構温泉の温度は暑めです。今は43度ぐらい、昔はもっと暑かったなっていう気もするんですが、外来入浴も行っておりますので、詳しくは熊の湯ホテルまでお電話でも、またホームページなどでもお問い合わせをいただければと思います。日によっては団体の貸し切りなどでご利用いただけない日もありますので、あらかじめご確認をお願いいたします。熊の湯は標高が1690メートルから一番高いところが1960メートルという地形にあります。今年はリフトの機械トラブルによっていつからサマーリフトが営業できるかわからないのですが、 SNS などで更新していきますので、ぜひそちらの情報をチェックしてお越しください。今年のサマーリフトの営業は12時から19時、最終乗車18時半を予定しております。なぜこの時間にしたかというと、第三山頂からぜひぜひ夕焼けを皆様に見てほしいからです。熊の湯のスタッフが一押しの夕焼け、今までは夕焼け鑑賞会として行っておりましたが、なかなか天候やタイミングが難しくお越しになれないお客様が多かったです。なのでより少しでも多くのお客様に見ていただけるように、今年はリフトの運行時間を変更してみました。どうかリフトが早く直って運行できますように、私たちも心から願っております。少しご迷惑をおかけしますが、皆様のご理解ご協力よろしくお願いいたします。そして7月の中旬から8月の中旬までは志賀高原では石の湯の源氏ボタルが見ごろを迎えています。石の湯の源氏ボタルのところは日本一が5つもあると呼ばれているところで、この時期とても人気のスポットです。なかなかそこまで行けないわという方でも、熊の湯ホテルの近くでも少しですがホタルを飛んでいるところを見ることができます。詳しくはホテルやキャンプ場のスタッフにお尋ねください。長い間飛んでいるホタルたちなので結構期間が楽しめますよ。夏のおすすめにぜひ皆さん志賀高原に遊びにいらしてください。またトレッキングコースや周辺のご案内情報などもしておりますので、詳しくはキャンプ場のスタッフまでお声掛けいただければと思います。皆様のお越しお待ちしております。